ドコモスタイルシリーズ N-05A は日本電機によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末である。ドコモスタイルシリーズの端末。先代の N706IE をベースにして開発、設計され N706IE の後継モデルとなっている。デザインはほぼそのまま継承している。端末カラーの変更及び カラー別のサブディスプレイ色の変更、フォーマーカードを挿入しない状態でも、ワンセグの視聴及び録画をすることが可能となったことが、N706IE との相違点である。メニューの全領域が、拡大文字に対応。さらに、ピックと表示、機能メニューソフトキーも拡大表示される。また、メニュー階層も1階層ずつ、表示画面内に収まるように配慮されている。また、サブ画面も、 仙台と同様1.6インチと大きく常時表示可能の時計表示などが利用できる。また、200万画素のメインカメラのズーム機能を利用した携帯ルーペを搭載しており、時刻表や新聞などの細かい文字を読むときにルーペ代わりに使用できる。また、本体マイクで騒音を測定し、受話音量レベルの調整と音声ホルマンとの協調を自動で行う。 ハイパークリアボイスを搭載しており、騒音の変化にも対応し、聞き取りやすくした。また本体左横には、ワンタッチオープンを搭載しており、着信時に通話を開始したり、メールや不在着信があった時には、メール内容や相手先の情報を確認することができる。また、N705i の約2倍大きなキーサイズ、デカ、バイブ、 直電など使いやすさに配慮された機能を搭載する。大容量バッテリー搭載によるフォーマー最長クラスの待ち受け時間、連続通話時間も引き続き実現している。当端末には卓上ホルダーがオプション設定されており、先代の N706IE と共用となっている。なお、当端末は先代をベースに設計されているため、マイクロ SD カードは 先代と同様 2GB までの SD 規格までしか対応していない。BE モードのメールはウェブメールとなる。ありがとうございます。